学 YouTuber のチャンネル。そして最後の、このいつまでたってもピリオドのこんなに長い一文、これがねなかなか面白い経緯がありまして、まあ、まずねこのバルザックとプルーストの比較で見ていきたいんですよ。実はバルザックって悪文って言葉を聞いたことあります？下手で分かりにくい文章に使われる言葉なんですけども、バルザックって悪文家って言われてるんですよ。文学界一の天才とも言われることのあるバルザックが悪文家としても有名っていうのは非常に不思議な感じもするんですけれども、まあ、どういったところが具体的に悪文なのかっていうと、彼はとにかくもう短期間で文章を書いて書いて書きまくった人なんですね。とにかく次々に文章が出てくる、書いてるうちにあこのエピソードも入れとこう、あこのエピソードも入れとこうかなって、ものすごい博識、いろんなこと知ってるから書いてるうちにいろんな説明付け足したくなっちゃう。だから描写がどんどんなくなっていくの、書いていくうちにね。だからそのストーリーの流れと関係ないような途中のちょっとしたことに関する描写をなんかめちゃめちゃ広げ始める。散々長い描写が続いたと思ったら、それ全然ストーリーの流れと関係ねえじゃんみたいな、本筋の流れと関係ない長い説明が要所要所に見られて、まあ、それをもって読みにくいと分かりにくいっていう読書ファンの人が結構多いんですね。バルザックの文は読みにくい、ストーリーは面白いんだけどちょっと余計な描写が多すぎて読みづらいよみたいな。一方のプルーストは、彼も長くて分かりづらい文章を書いてる印象はあるんですけども、実際に読んでみると流れるような文体で非常に読みやすくて美しい。で、一個一個の描写も、まあ、そのストーリーの流れを受けるような余計な描写っていうよりかは、ふと目にしたもの、まあ、視覚的な情報であったり匂いであったり味であったりっていうある感覚をもとにきっかけに蘇ってさまざまな印象であったり記憶であったり、まあ、美しい描写を使って丁寧にこう繰り広げていくと。だからバルザックとは対照的に美しい文章で微文化と呼ばれることが多いわけですよ。ところがですよ、この微文化として知られているプルーストは悪文化として名高いバルザックを非常に尊敬し崇拝し憧れていたわけです。まあ、プルーストの方がこなれてるんですよね。バルザックはもうとにかく掘りつかれたかのように文章を書いて書いて書きまくった人なんですけども、プルーストっていう人はなんね、文体模写みたいなのが得意だったみたいで、文体模写っていうのはその文章のモノマネですね。この作家はこういう書き方するとか、その文体を真似するみたいな、実際もバルザックの文体模写なんかも行ってたみたいです。だからバルザックは多分無意識だったと思うんですよ。もともとそんなつもりはなかったのに、書いてるうちにどんどんいろんなこと話したくなって、文章はどん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 長くなっていっちゃう。で、いつまでたってもピリオドは来ないっていう文章になってしまっていたのに対して、プルーストは批判の対象になっているその悪文とされるその長い文章を金の鉱脈とみなし、おそらくね意図的に卓抜なスキルを使ってそれを美しい表現に作り変えたんじゃないかなっていうのが私の見立てなんですね。プルーストも一文が非常に長いんですよ。だけどもその長さに必然性がある。どういうことかっていうと、フランス語って英語もそうなんですけれども、関係代名詞とか、あと分子構文っていう修飾語が後ろに来るんですよ。どういうことかっていうと、例えば、何でもいいんだけど、日本語で屋根が赤い家。例えばそんな言葉を例として出してみましょう。屋根が赤い家です。だけど、これを英語とかフランス語にしようと思うと、まず家、ザ・ハウスが来て、その後に、その家はどういう家なのかっていうと、屋根が赤い。まず家があって、それがどういう家なのかって説明する文章が後ろに来るんですよね。The house なのか、whose rooftop is red とかそんな感じ。後ろに説明文を追加していくことができるんですね。こんな形で関係代名詞とか、あと分子構文とかそういったものを使って、ある単語に対して、まあ、後ろに後ろにどんどん説明追加をしていくことによって、その文章を長くしていくことができると。文章というか、まあ単語ですけどね、関係代名詞だこの場合は。バルザックはね、多分これをね、まあ、現象なんか見ると分かるんですけども、こんな感じですげえ文章が長くてですよ、説明どんどん追加しようとしちゃって、でプルーストは多分ここに着目したんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。プルーストの文章を見るとこれがね見事なんですよ。例えばね、これは失われた時を求めての、第1巻のかなり序盤の方に出てくる文章、ちょっとまあ今回は高藤ひろみさんの、翻訳で引用させていただきますけど、にわかに降り出した雨が打ちつける誰もいない庭で、祖母は乱れた灰色の髪の房をかき上げ、健康に良い風と雨を額いっぱいに浴びてこういうのだった。ああ、これでやっと息ができるわ。そしてぬかるんだ庭の小道。今度の庭師は自然に対する感受性というものを持ち合わせていないのに、父は今日は天気は良くなるだろうかなどと朝から庭師に聞いていたのだが、そんな庭師が好き勝手に左右対称にあまりに肯定しすぎて整えた小道をぎこちなくはあるが、いかにも嬉しそうな足取りでちょこちょこ歩き回っていた。わかります？
岩の小道で関係者がその後多分来るんでしょうね、現象では。その小道がどういう小道かっていうのをこれだけ長い挿入句を使って説明していくわけですね。でその挿入句の中に今庭師に対してその自然に対する感受性が足りないっていう皮肉を挟むために、左右対称にこだわりすぎて変な形に整えられた小道みたいな、そういう情報を入れてきたりとか、見事な文章だなって僕思っちゃうんですけど、これを読んでると。そんな形でいろんな情報を挟みながらも綺麗な一個の文章にしていくと。じゃあドスパスス飛ばしてフォークナー行きましょう。次なんでフォークナーがプルーストに影響を受けたって本人の口から語ったことは実は一度もないんですね。だけども明らかに影響を受けてると思うんですよ。それがこのいつまで経ってもピリオドの来ない長い一文をさらに究極的な形に進化させて、つまり今ご紹介したようなプルーストのその一つの言葉単語を関係詞などを使って長くしていくようなやり方をさらにもう異様な形に発展させて、でもどん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 文章が長くなっていって、もう全然ピリオド来ない、そこまでやっちゃった。これは明らかにバルザック、プルーストの流れを意識したものだと私は思うんですね。伝記をしている人誰もいないですけども、現象なんかを読み比べてみると明らかにそうとしか思えないんですよ。フォークナーのすごかったのは、まあ、その関係なイメージなんかを使って長くなった文章の中にさらにまた別のストーリーが始まっていくみたいな、それでもどん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 文章が長くなっていっちゃう、その中に出てきた単語でまた説明が始まってみたいな、結果的に世界一長い文章にギネスに認定されちゃうみたいなね、そんなとこまでいっちゃうと。じゃあ次のドスパソスはどうしたのかっていうと、実はこれと真逆の方向いくんですよね。むしろ文章を長くするんじゃなくて、まあ、長さというかその内容を削ぎ落として削ぎ落としてどんどん簡潔にしていく、関係詞を使って文章を長くしていくっていうのはその情報量を増やしていくような方向性だと思うんですけれども、ドスパソスは情報量を減らすような、いつどこで誰が何をしてっていう、まあ、あらすじみたいなごくごく簡潔な文章でひたすらさまざまな登場人物たちの動きみたいな簡潔な情報をもう次々に綴っていくと。で最後のガルシア・マルケス、多分だこのドスパソスの文体にかなり影響を受けてんじゃないかって私は思うんですよね。まあ、この100年の孤独っていう作品も、まあ、短いエピソードが次から次にこう起こっていくと、ほぼほぼあらすじのみの簡潔な短いエピソードが次から次に語られていくと、まあ、それによって100年間の一族の歴史を非常にテンポよく紡いでいくことに成功していると、こういった共通点が見出していけるわけですね。